今回の動画は感謝の、ね、意味を込めて皆さんにお送りしたいなというふうに思っています。それでこの80周年の、ね、記念すべきこの1年に特別なアイテムをね皆さんに数多く紹介させてもらいました。今年1年を振り返って、まあ、これからの10年をねまた一生懸命頑張れるような、まあ、そういう1年にすることができたなと思っています。皆さんこんにちは、クロコダイル池田社長です。今回の動画はもう2022年ねこの1年も終わるということで、この1年間を過ごしてきて、まあ、皆さんにいろいろ動画を見ていただき、池田工芸の製品を持っていただきね、でまあその感謝の、ね、意味を込めて、まあ、今年最後の動画を今回皆さんにお送りしたいなというふうに思っています。今年はね節目となる年で、まあ、池田工芸が、まあ、1942年にね会社を始めてから80周年という1年を迎えて、それでこの80周年のね記念すべきこの1年に特別なアイテムをね皆さんに数多く紹介させてもらいました。その中でもねティラノというこの、まあ、マットクロコダイルのグリーンなんですけれども、これもまあ80周年の中心に据えてね皆さんにここにあるようなアイテムですね、こういうものをねご紹介させてもらいました。で、まあ、本当にこうありがたいことに、まあ、こだわった緑ではあったんですけれども、皆さんからご好評いただきましてね、本当に数多くの方に購入いただいて使用していただいてます。で、まあ、使っていただいている方からもすごくいい色だという評価もいただきながらね、すごくこうありがたい1年をね僕自身は過ごせたなというふうに思ってます。まあ、この緑のクロコダイルティラノですよね、これは80周年ということで特別に出した色合いなんですけれども、人気があるというかね皆さんに気に入っていただいているので、来年2023年ですよね、皆さんにお届けしたいなというふうには思っています。80周年という節目の年をね過ごしてきたわけですけれども、まあ僕たちが本当に皆さんお届けしたいと思った製品をね数多くこう開発をしてお届けさせていただきました。皆さんに支えられてね本当にありがたい時間を過ごさせていただいたんですけれども、2023年もね開発をしたりとか皆さんに新しいものをお届けしたいっていうそういう気持ちを忘れずにね、まあ、1年過ごしたいなというふうに思っています。80周年という言葉をね使いましたけれども、今年1年を振り返って、まあ、これからの10年をねまた一生懸命頑張れるような、まあ、そういう1年にすることができたなと思っています。新しいものを作ったりとか満足いただけるような製品を開発するとか、まあ、1年1年しっかりと皆さんの、まあ、ご期待に添えるようなそういう活動をねこれからもしていきたいなというふうに思っています。2023年はねさらにね皆さんが驚くようなチャレンジをして商品をご紹介していきたいと思っています。というかもう開発は進んでいるので、皆さんが驚くような、まあ、新しい年にふさわしいようなねアイテムをご紹介できると思うので、期待してお待ちいただければねすごく嬉しいかなと思っています。僕たちのね開発コンセプトになっているところっていうのは、どういう方でもどういうこうファッションスタイルにもこうどういう年代の方にもすごく僕たちは持ちやすくカジュアルに、本当にこうクロコダイルとかパイソンとか、まあ、そういうものっていうのはすごく特別な素材なんですよね。特別な素材だからこそ皆さんに持っていただきやすい、それからまたこの時代のライフスタイルに合ったものをお届けしたいなと思って開発しているので、まあそういうアイテムをねまた期待しておいていただけるとすごくありがたいなと思っています。最後にね本当にこの2022年マニアックな世界にねお付き合いいただいて本当にありがとうございました。本当にこう僕たちはこういうアイテムをね皆さんに持っていただきたいと思っています。そのためにどういうデザイン、それからこう色目が、ね、いいかっていうところを日々こう考えながら過ごしているので、またそういうことをね来年1年間考えて皆さんとこの動画でお会いしたいなと思っています。今年1年間もね本当にご視聴ありがとうございました。また2023年来年度もねよろしくお願いします。